ボルボ Design Your Life。 渡辺タスクと山田れながお届けしている J-WAVE ラジオドーナツ。この時間はボルボ Design Your Life、 家族、こだわり、ライフスタイルなどを大切にするスウィディッシュシンキングのスピリットをゲストとともに探っていきます。今日はプシンさんを迎えしています。はい、ちょっとメモを書いていただいたところ、絵を描く、編み物、手芸、工作、レゴ、もうさもう作るもの、手を動かすものがもう満載じゃないですか。はい、こういうことがお好きなんですね。好きです。細かいこととかも大好きです。なんか編み物はね、もうなんかプロ級だって。いや、全然独学でできるもんだけをやるんですけど、なんか無心でそういうのってできるんで、はい、なんかこう私的にはメディテーションというか、はい、集中して。はい、そうですね。レゴは組み立てる？レゴ組み立てる。子供用に買って、子供に買ったんですけど、はい、結局私がやるとか。あ、はいはいはい、なるほど。ナノブロックスっていうのがあるんですよ。ありますね、レゴのちっちゃいやつ。あれとかは本当ちょっとハマりますね。あ、大体普通ね、あの大人になってから楽しみの欄に手芸わかるけど、工作って書かないもん。何を、何だろう、工作。何を作ってるんですか、これは。結構あの子供が小学校1年生になって、今年春から2年生なんですけど、やっぱりあの工作、夏休みの宿題とか。宿題ね、ありますね。あとハロウィン時になんかこう仮装のとか、まあ、言うたらポチって買えたら買えるんですけど、なんかおもんないなと思って、いつもなんかこう手作りで作ったりとか。あ、一緒にじゃあ作って。はい、そうか。あ、上手だといいですね。そうですね。私も息子がこの間初めてエプロンが必要だって保育園で、はい、言われて、縫った、縫おうかなと思う、ミシンあるし、はい、と思ったけど、もう買った、ポチッつって買った方だ、ポチッつって買う方だ。そう、まあお金ならあるからみたいな。違いますよ、ね、すごい安かったです。絶対布だけ買うよりも安かったですよ。まあそうですよね。そうっていうのあるじゃないですか。そうですね、はい、いや思ったんですけど、結局金の話だ。違う、ポチッポチッてね、可愛いのが届いたんですけどね、はい、でもまあ、あのそうですね、理想は作りたい。たね、そうですね、はい、できるだけ まあ、そういうことぐらいはしようかなと。はい、でもね、絵を描いたりとか、そういう、もう本当に何ていうかな、こう集中してやってる時っていいですよね、うん、自分がね、楽しいですね、他のこと考えてない、考えてないですね。なんか次野望はなんかこういうの作りたい。ミシンが欲しいんですよ。あ、ミシン、あ、はい、手芸一応ありましたけど、ミシンではない、はい、手縫いでもチク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 やってることが多くて、でその小学校に子供が入る時にもいっぱいこう袋作る、巾着袋作らなくちゃいけないじゃないですか。ああいうのも全部手縫いでやったんですけど、すごい、なんかミシンが欲しいな。あげましょうか、うちの。こら、使わないんですけど。使え。もうさっきの話で少しはやろうっていう気があるのかなと思ったけど、ないの、はい、ないの。いやいやいや、あの使われる方がミシンも幸せかなと思ったんですけどね。はい、いいですね。でもね、もうあのそうやってね、はい、ほらお子さんとかさ、そうきっかけもあるじゃないですか。うん、そうですね、何か作んなきゃいけないものがあるとかね、はい、それでやりだしてそれにはまってっていうタイプで、なんかいいなと思って、はい、もうただもう肩こりと代償がすごいのであんまりライブ前とかあんまり集中してやると、集中してあんまり編み物やりすぎない、はい、そうですよね。目もね、目も疲れるし手も疲れるし、じゃあほどほどに。ライブ前は編み物も、はい、レゴもほどほどに。禁止で、はい、わかりました。ありがとうございます、はい、今日どうも本当にありがとうございました。ありがとうございました。ボルボデザインヨーライフ、今日はプシンさんを迎えしました。ボルボデザインヨーライフ。 This program was brought to you by ボルボカージャパン。